皆さんこんにちは。今日は私の友達のあわっこさんが昔ですね、競輪で撮った写真を見せてくれるというので、まあそれをエピソードとして雑談したいと思います。それではあわっこさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回上海の、はい、一昔前の写真だったんですけど、はい、今回、まあ、いくつか他の町もあるんですけど、今回は競輪ということで、はいはいはい、私は昔競輪に行った時の写真です。はい、2009年とかくらいかな、はい、こう行った時の写真です。お、はい、これまあ、ではまあ早速、はいはいはい、まず1枚目ですけど、そうですね、これ競輪市内だと思うんですけど、うん、多分ホテルから撮ったんじゃないのかなと思って、だいぶこう見るとなんか田舎だなっていう。はい、これが一番中心地ですか、競輪の。いや、まあ、多分ホテルのところが撮ったんじゃないのかなと私は思うんですけど、もう、はい、ちょっと覚えてないんですけど、あ、うん、まあ、中心っちゃ中心の方だと思います。あ、で、真ん中に見えるちょっとなんか小高い山みたいなのがあると思うんですけど、はいはい、これがその右上にある、はい、こういう空洞が、はい、なんかある塔で、なんか、なんていう名前だったかな、とりあえず象に見えるんですね。はい、象、エレファント、はい、に見えるから、象なんとかさんみたいな名前だったと思うんです。はい、うん、なんか一応競輪の観光スポットというか、はい、ちょっと、うん、面白い場所みたいな形で、はい、うん、来ましたね。うん、一番右が多分海鮮市場的なところ。はいはいはい。うん、おまあ、今私がここに行ってこういうとこを撮ることはないと思うんですけど、まあ、当時はね、はい、2009年ぐらいだから、まあ11年ぐらい前なんで、はい、なんか私の中では珍しかったと思ったんだけど、おー、うん、一応まあ当時でもこの真ん中、その市場の奥の方に、はい、ああいう少し大きなマンションみたいなのができてるから、はい、うん、まあそうですね、マンションありますね。うん、競輪は行ったことないし、今とこの時とまただいぶ変わってるんでしょうけど、うん、全然違うんでしょうね。うん、私もあと生きてる間に一回行くんかなって感じになりますけど、いや、分からないです。まあ、だいぶでもベトナム寄りなんですよね、競輪って。あ、はい、南の方なんで、はい。はい、うん、上海とは当時でも雰囲気が違うなと思ってましたね。あ、まあ、当時上海のことをそんなにすごく知ってるわけではなかったですけど、はい、それでもちょっと雰囲気違うなっていう感じでしたね。はい、でその次なんですけど、はい、競輪に有名なリージャン、中国で言うとリージャンっていう、こう川があって、はい、多分二重原札の裏側がここの景色だと思うんですよ、リージャンの。おお、そうなんですか。一回印刷されてると思うんですけど、はい、はい、で、まあ一応リージャン下りみたいなのができるんで、はい、で専用の通訳さんを雇って、はい、で、まあ、当時中国語もできないし、はい、まあ、ここ経理の人も中国、日本、英語できるわけじゃないから、通訳を雇って、はい、で、このリージャン下りにちょっと参加しましたね、行きました。お、はい、うん、で、このちょっとフェリーみたいな、はい、小さいフェリーみたいなので移動するんですけど、はい、でその間にこのおじさんがこういうふうに魚取って、はい、ここに売っていくんですよ。ここフェリーの中でこう、はい、料理ができるんで。あ、うん、で真ん中の やつは まさにそれです、ね、はい、え、これでもフェリーみたいなお客さんは乗って、このおじさんとか乗ってるって、本当イカダみたいなちっちゃい、そうですね、これで行くんですか。そうですね、あ、これで行くんですね。
すごいですね。で一番右が、はい、右下のやつ写真が、はい、多分このフェリーの中で食べた料理だと思うんですけど。おー、はい、うん、で多分これナマズです。ナマズ料理、はい、私も昔はあのチャレンジしてたんだなって懐かしく思ってこういう料理に、はい、今だったら多分食べれないですね今だったらっていうか口つけないと思いますけどでその上の写真はケイリンってあのビーフンが有名なんですよ。ああ、ほほほほ、うん、まあ、日本のビーフンとちょっと違うんですけどこういう、はい、うん、ミーフン。ああ、これはなんか美味しそうですね、うん、そうですね、これ結構あっさりしてて、はい、うん、まあ、ケイリン名物料理なんで、ミーフンが、はい、写真撮ったんだと思うんですけど、はい、その通訳の人にケイリンって何が有名なんですかって聞いたら、まあ、まずはミーフンですよ。食べた。ベトナムのフォーとはまたちょっと違うんですか、感じは。違いますね、うん、違いますね。あ、でもまあ、ね、距離も近いし、はい、あれじゃないですかね、こういうのがだんだんフォーになっていったんじゃないですかね、うん、歴史的に。あ、うん、まあ、もしくは間違ったこと言ってるかもわからないんで下手なこと言えないんですけど、はい、うん、で次もリージャンなんですけど、これ結構、はい、有名な景色で。あ、そうですね、こういうのは、うん、その一番大きな写真、はい、時代には写真はこれ名前がなんとかって言ってますけど、うん、あのいくつこうなんか馬の顔になってるみたいで、はい、に見えるっていう、馬の顔に見えて、はい、9頭いるらしいんですよ、はい、一応数えると9頭いるらしくって、はい、で9頭を この山のこの壁が9頭の馬見つけられる、はい、見つけられたら、はい、なんか出世できるっていう迷信があるらしいです。はい、でこのケイリンに昔アメリカのいつわからないですけど大統領の人が来て、はい、ビル・クリントンかブッシュか忘れましたけど、はい、まあ、なんかそれぐらいの時代の人が来て、はい、キュートを見つけたらしいです。もうすでに大統領だったんですけど。ああ、いや私全然。トメさんも何頭見つけられますかって言われて、はい、いやそもそも馬に見えないけどなみたいなことを私冗談で返して、まあ、なんか3頭ぐらいは見つけられますね。ああ。ことをやり取りしたのを覚えてます。ああ。有名な一応山ですこれ、ケイリンって。ああ。多分なその山の名前をちゃんとキュートの馬なんとか山。はい、まあ、中古で中なんとかっていうと思うんですけど、まあちょっと山の正確な名前忘れてしまって、はい、インターネットで調べてくれたらすぐ出てくると思います。でこの右上も、はい、まあ、その時の映像で、この景色が二重原刷の裏側かな、ね、あ、まあ、独特の景色ですよねこれ、うん、そうですね、うん、日本にはない感じの景色だと思う。はい、で右下のところが、はい、なんか船着き場、はい、船着き場みたいなところなんですけど、はい、うん、でここに着いたら次の写真なんですけど、はい、はい、ここ、はい、そこを降りて入っていくとこういうふうになんか結構観光客向けのこういうちっちゃな町みたいなのがあって、はい、うん、そうそう、確か名前方角の西って書いて、はい、で普通に町って書いてシージエっていう確か町なの。まあなんか観光地っぽい感じですね、確かに、うん、そうですね、まあ、多分、外国人とかもこのリージャンとか下ると思って、うん、なんか英語でピザって書いてますね、うん、そうですね、はい、まあ、こんなとこでした、まあ、観光向けにできてるなって感じで、はい、でその中の店にこういう民族
工芸品みたいなのが売ってあったのが、はい、ん真ん中の写真ですよね。はい、うん、まあ、このケイリーのあたりとか、あのチワン族の方とか、ミャオ族の人とかいるんで、はい、まあ、多分そういう、はい、伝統工芸品、民族のそういう伝統工芸品みたいなのが出ましたね。うん、で右の人は私も何でもなくて、はい、別に一緒に行った人でもなくて、私この時一人で行ったんですけど、はい、あの私も知らない中国人のおばさんなんですけど、はい、なんで撮ったかっていうと、はい、今時こんなポーズ撮って写真撮るんだなと思って、はい、それが面白くて撮っただけなんですよ、はい、すごい大胆なポーズして撮るなと思ってました。私当時の中国に対してすごいピュアだったんで、はい、面白いんで紹介するんです、はい、その次ですね、はい、これも多分そのフェリーの工程 あの続きかなんかだと思うんですけど、はい、まあ、こういうチワン族とかミャオ族のこういう村落みたいなのがあって、はいはい、その近くをこう小さいな 船で渡るんですけど、はい、でこのとこに上陸することはできないんですよ。基本的に船の上でこう見ていくっていうような形なんですけど、はい、うん、真ん中の上の写真は、はい、男の子が、はい、槍を投げてくるんですよ、船に向かって、はい、うん、でもちゃんとパフォーマンスになってて、はい、この槍の後ろには紐がついててちゃんとその当たらないようになってる、はいはい、まあ、こういうちょっとなんかこういう体験ができるっていう。これ、ああ、はい、あ、うん。で、その次、右なんですけど、はい、右は、これも同じように船から見れる景色で、はい、なんか女の子が、はい、こっちにこう声をかけてくる、はい。で、ここに立ってる人は、はい、その、私のやってて通訳の方が言うには、はい、このミャオ族の中で一番美人な女の子らしいんです。はいはい、でミャオ族、まあ、今はどうか知らないですけど、はい、そのミャオ族では、はい、色黒の女の子が美人とされる伝統があるらしくって、はいはい、でこの子はまあ確かに見てても色黒なんで、はい、まあ、美人ということになってるみたいな。まあ、美人ということになってみたいですけど、はい、ちょっと失礼なんですけど、はい、まあ、そういう。ことでそういう説明を受けたのを記憶してます。はい、多分これがミャオ族なのかな、このちょっと今説明したようなこの男の子とか女の子とか、これは本当にミャオ族の人でここに住んでるんですよね。ミャオ族はミャオ族だと思うんですけど、はい、多分これ仕事ですね。あ、じゃあテーマパークみたいな、じゃあユニバーサルスタジオジャパン的なテーマパーク的にここでパフォーマンスしてるっていう、そうそうそう、実際こんな服着て生活してるわけじゃなくて、そうそうそう、普段はもしかしたら高層マンションに住んでるかもわかんないですね。これが仕事なんだと思います。昔は確かにこういう生活をされてたんだと思います、うん、はいはい、まあそうですよね、今さすがに、うん、こういうところで住んでるわけじゃないでしょうかね。まあ、我々日本人がアフリカイメージして、はい、そういう、まあ、アフリカもそんな感じらしいじゃないですか、はい、普段そんな生活してないけど、はい、観光客向けにこういうパフォーマンスで、まあ、まあ、テーマパークみたいな感じ、そうですね。それと同じなのかなと。あ、で右下がチワン族だったか、はい、うん、でこう楽器でお出迎えしてくれます、うん、お、はい、うん、こういう体験をしました。ああ、でも一回観光に行くのは面白そうですね。うん、そうですね、うん。私もそのなんか中国のそういうなんかサントリーの CM とかで流れるような景色に憧れてて当時。ああ、はい。でそういう景色見れるとこどこかなと思ったケイリーとか、
私 の, そのイメージする場所だったんで、で行ったの、はい、行ったんです。これはまあ休暇使って行った。おうん、で次ですね、はい、で次なんか地形の中に鍾乳洞みたいなのがあって、はい、でそこに行った時の写真なんですけど、これは綺麗ですね、うんうん、でももう完全に観光し観光客向けに作られてて、まあ綺麗は綺麗なんですけど、なんかすごい人工的に、はい、な感じがして、はい、うん、で真ん中の下の写真が、はい、その通訳の人が言うには、なんか上海のあのワイタンに見えるでしょって言われて、ワイタンの景色みたいに見えるっていう、ほうほうほう、本当は岩なんですけど、はい、なんかこう透明に見たらワイタンの景色、ビルがこうあるみたいに見える、確かに、うん、ファンプージャンがこんな多いところ、はい、確かにそうですね、うん、でその上の写真が、これ多分なんか岩の影だと思うんですけど、そこをライトアップすると、はい、右に人が3人立ってて、はい、左に座ってる人がその3人に向かってこう話しかけてるみたいな風に見えるじゃないですか、はい、でこれはあの三国志の有名な場面で、はい、右の3人はあの劉備、関羽、張飛なんですね、はい、です三国志。いやもうちょっとあんまり名前ぐらいしか知らないで、内容とか知らないですけど、まあそういう劉備、関羽、張飛っていう人がいて、うん、左のこう座ってるように見えてだいぶ話しかけてるみたいな人が、はい、諸葛亮孔明って言うんです、あ、はい、でこの諸葛亮孔明っていう人を、はい、まあ、この劉備が雇用したいと仲間に入れたいから、はい、三個の絵っていうのをやるんですけど、はい、要するに3回家に行って、はい、あの仲間になってくださいというふうに礼節を尽くして言うんですけど、はい、その3回目の、模様を、はい、もあその3回目の時 の, えあ の, その様子に見えるっていうので説明を受けました。ほうほう、多分これちゃんとそういうふうに見えるように削ってあるんじゃないのかな自然になってるんじゃなくてそう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 、そりゃそうです、その時は自然に、うん、自然になってるんですみたいな説明を受けましたけど、はい、今思い返してみるとそういうふうに作られてるんじゃないのかなって思いますね。まあそういうエピソードをそりゃそうですねこれうーん、この下のそういう意味で言うと上海の、いや、あの風景に見えるのをそういうふうに作られてるんじゃないか な,、はい、ないかなって、まあでも、まあ、確かに見えるなっていう気がします。はい、うん、で、その右の上のちょっと小さな写真は、なんかここでその石とか売ってたり、もう、まあ、工芸品売ってたんですよ、この鍾乳洞の中で。はい、で、その中に、一番右なんですけど、はい、首長族の人がいて、おお、はい。なんかいました。あれ首の部分ってなんかこう輪っかみたいなつけてるんですよね。そうですね、そうですね、はい、うん、うん、まあ多分営業仕事してるんじゃないですかね。あ観光客収入、はい、うん、まあそうですね、うん、でまあ初めて生で見たんでちょっと写真撮らせてもらったっていう、はいはい、で一番下はすごい黒くて見えづらいんですけど、はい、亀なんですねこれ。ああ、はい、なんで亀がここにあれなんですかこれも、はい、多分嘘だ、今思えば、今覚えてるから普通にその時も嘘だなと思ってたんですけど、はい、その説明を受けると、はい、この亀は、はい、その当時ですよ、2009年とかそれぐらいの当時に、当時、はいはい、この亀は今1070歳ですって説明を受けました、はい、でそうなのと思って一応写真撮ったっていう、はい、1000年70歳、確かに10世紀生まれとかありえますありえないでしょう、まあまあいろい
ろんな面白いこと言うなと思って撮ったのが、はい、この写真ですね。はい、まあ多分絶対そんなの来てないと思いますけど。そりゃそうですよね、宣伝は。うん、で、最後ですね。はい。これは街中ですか。そうで、街中で、うん、夜、街中もちょっと 川があって、フェリーとかでなんか、はい、あの渡れるんで、なんか食事もできるんですけど。はい。で、街中結構ライトアップされてて、こんな感じです。はい。まあ、いいですね、これ。うん。で、真ん中のところは、ケーリーの空港の中です。あ、もうこの時でも空港かなりなんか大きい空港ですね、うんうん、そうですね、うん、はい、でその下が、はい、これも、ケーリーの中の有名な山の上にこんな輪っかみたいになってて、はい、ドーナツみたいに見えるんですけど、はい、なんかユエランシャンって言うんですよ、月山、はい、三日月山、日本語で言うと三日月山なんですけど、ユエランシャンって名前の、はい、まあ、さっきの象の形に見えるのと同じような形で、はい、こういうとこがありました。で、右がどっか公園かなんかだと思うんですけど、はい、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、はい、この木取ったの、これ一本の木なんですよ、全部。はい、おー、すごいでかいですね。そうそうそう、すごい枝葉が分かれてて、はい、これ一本の木なんですよ、はい、で確かに、でその下がその根元を撮影したものなんですけど、はい、なんか縁起がいいからここにこうなんか願い事とかをくくりつけてやると叶うっていう風な迷信がある。この木こそ、すごい樹齢ありそうですね、さっきの亀じゃなくて。そうですね、樹齢すごいあると思います。なんかまあそういう縁起物の木みたいで、昔なんかテレビのコマーシャルですごいでかい木がなんか出てるコマーシャルありましたけど、うん、あんな感じですよね。あんな感じですね。いや、これはでも見る価値ありそうですね。もうあの亀より絶対こっちですよ。もう亀は、絶対鮮明でないと思う。まあでも面白いかな、写真撮って。一応まあ当時元気に動いてましたよ。ああ。こんな感じで、あの10年以上前にケーリーを旅した写真です、はい、まあでも今の旅行の仕方と10年前とまた違うでしょうね。そうですね、まあ、うん、多分街の景色も結構変わってて、この、まあ、リージャン下りは有名なんで、はいはい、ケーリーに行った鉄板だと思うんで、はい、絶対行くと思うんですけど、まあ、この辺はあんまり変わってないのかもしれません、はい。どうやって行ったんですか、この時は。どういうルートで。日本から、はい、成田から上海に入って、はい、で上海で一泊かなんかして、はい、で次の日、温茶を空港から多分、はい、ケーリーの空港に行ったんです。おでその時は上海、まあ、出張で行ってるか別に見る必要ないなと思ってたんで、まあ泊まっただけなんですけど、はい、そうっすね、なんか、そう、確かに私もこれね、上海にずっと住んでるけど、あんまり中国、沿岸部ぐらいしか、ちょこちょこっとしか行ったことないんで、それも大都市のとこしか、いろいろやっぱ行ってみてもいいっすね。でもまあ上海住み始めて、はい、特にユウさんと出会ったぐらいの時はもうあんまりそこまで旅行してなかったですね。忙しかったっていうのもありますけど、はい、なんかこう住み始めるとなんかあんまり旅行とか観光地にあんまり行きたいと思わなくなってしまうんですよね。まあ上海だけに限っても4円とかまあ行かないじゃないですか。そうですね、行かないですね。まあでもなんか意識してどっか行くようにしようかな。まあまあなんかいい経験でしたね、はい、多様性というか、はい、上海と全然違うなって思ったのが、
今も印象に残ってますね。はい、ああ、そうですね。うん、なんか、阿波子さん、他に中国で、なんか、地方で、ここはいいっていうところあります。まあ、経緯一つ。中国ですか。はい。ね、まあ、あそこですよね。今入れるのかな、わからないですけど、九寨溝。あ、九寨溝。はいはいはい。中国で言うと、九寨溝なんですけど、はい、あそこは良かったですね。ああ、あれ一回見てみたいですね。写真でしか見たことないから。うん、実はこのシリーズで紹介させてもらおうかなと、はい、私行ったんで。ああ、そうなんですか。あ、はい、じゃあ、はい、次回ぜひ、はい、紹介してください。はい、はい、分かりました。うん、あ、これあれですね、あの次回の時一番頭にこう中国の地図入れてここの辺ってなんか言ってもいいかもしれないですね。そうですね、はい、はい、まあ私の住まい時代とかね、うん、ビジネスで関係あるとなんとなくその地理把握してたりとかしますけど、はい、ね、あとは中国の方、中国人の方だったら分かると思うんですけど、はい、なかなか知らないと、桂林ってどこにあるのかとか、上海との位置関係とかないですね。そうですね。うん。うん、ちょっとね。清物桂林は南の方の町です。はい。はい、そうですね。まあ、ぜひ、そうですね、次また、はい、いろいろ紹介してください。あるんで、はい。はい、すみません。はい、じゃあ、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。